でファンのみんなにも、まあ、みんなっていうかね、まあ配信見てくれた方と来てくれた方、うん、に浴衣の姿を見せられて本当に良かったです。ヨーヨーすくいしたの？だってヨーヨーすくいしたよ。そう、みんなが来る前に、浴衣長時間だったからね、ちょっと大変だったけど、まあ楽しかったからいいや。お、ドボン、今ちょっとドボンやりながらなんですけど、ドボン全然さ、もう4位からもう上がんない気がしてきた。そう、今日はずっとマジで朝の11時ぐらいからずっと浴衣だった。あー、記者会見すごかった。そう、今日は朝ってかお昼記者会見だったんですよ。そう、そう、今日は板野友美さんと同じで、そう、あ、握手会行きましたって言えばよかった。今日やべえ、忘れてた。あ、過去に握手会行ったことありますってアピればよかった、忘れてたわ。うん、そう、忘れちゃうわ。お話はねあんまりしてないけど、はい、でも今日はたくさんなんか記事になったから、そう、皆さん私の名前で検索したらいろんな記事が出てくると思います。そう、今日はねイメチェン48のコラボのアイテムも発売だから、皆さんぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。お揃いにしましょう。ラーメン、そう、なんかね短冊、私なんかご飯食べてたみんなで、で途中で写真だけ撮らせてもらってもいいって言われて、はいって、写真だけですよねって確認したら、めっちゃ記者の方いて、なんか動画で、しかもなんか今からじゃあ短冊に願い事書いてくださいって言われて、えって、え、写真じゃないんだって思って、えってか今から願い事書くのって思って、えどうしようみたいな。でもえお腹空いたし、願い事って、えどうしようって思って、なんかその時にもう思いついた願い事が、もうお腹空きすぎて、もうなんかラーメン、なんか食べたいって思って、そう、なんかラーメンたくさん食べれますようにって書いた。そしたらなんかそれが、そう、なんかめっちゃ記事のタイトルみたいになっちゃって、すごいなんかそう、それになっちゃった。いい願い、本当ですか。そう、とっさに、とっさにっていうか、でもそれは本当の願いなんだけど、もっとかっこいい願いが、そう、ちょっとね、あんま、もう本当お腹空きすぎて、うん、マリアも適当感あったから大丈夫、ひどい。でもマリアのは私が提案した。エリちゃんの願い叶うといいな。だって、分かった、叶えるように頑張りますね。そう、なんか浴衣の写真がね、今日いっぱい撮れたから、いろんな SNS にあげようと思って、そうさ、なんかねインスタグラムに一回あげたけど、これはインスタじゃないなって思って消して、そう、その、そう、写真は明日載せたり、そう、なんかね明日もまた浴衣の写真載せるので見てください。
イエーイ。そう、投稿してから思った。なんか一回インスタにね、そう写真載せたんだけど、なんかこれインスタじゃないなって思って、自分の投稿した後見たら、これはツイッターだって思って消した。で違う写真を載せた。消されると思ってそこスクショ。いや、そう、なんかね、自分のさ一覧みたいなとこ見たらなんか違うなって思っちゃって。そう、明日ツイッターに載せるのでまた見てください。うん、お便り消しがちだって。なんかね、違うなって思うんで、なんか投稿してから気づくじゃないですか。なんかこの並び違うなって、そう思って、そう消す。なんか違うって、インスタグラムとか特に。うん、この前も一回インスタ消してた。え、それなんだっけ、何消したんだっけ、何消したかな、全然覚えてないや。そう、インスタはね、ちょっとこだわりって感じ。あ、撮影のやつか。そう、そのねやつもね、なんか違うなって思ったんですよ。そう、なんか違うなって思いがち。スモワルってこれから略すらしい。もうスモワで慣れちゃったからスモワルって言えない。ね、違和感がある。短冊の願い、ん？そう、スモワル、今日の曲は1曲ずつ選んだ、だって。いや、なんか七夕だから星みたいな、光みたいな、なんかそういう感じの曲は何かなってなって、こういう感じになりました。喋るのゆっくりだね、だって。え、そうですか。ミクチャで見てたよ、イエーイ。見てくれました。うん。ああ、間違えた。てか、私は浴衣着るとみんなにめっちゃ褒められる。まあわかんないけど、みんな褒めてくれてるなって思う、勝手に。うん、似合うので可愛かった。 ありがとうございます。自分で選びました。なんか浴衣ね、6種類ぐらい候補があって、なんかほぼ暖色系で、そう、6個あって5個暖色系で1つだけ寒色系だったから、これにしようって思ってそれにした。可愛かった、だって。やった、イエイ。金魚もすごくマリアに似合ってた、だってね。マリアね、多分金魚ね選んでなかったんだけど、金魚になってこれ大丈夫かなってマリア心配してたけど、似合ってたよね、あの金魚。
めっちゃ似合ってただってね、サプライズ金魚。ね、でも大柄のさ浴衣流行ってるってか可愛いからさ、なんか柄がちっちゃい柄じゃなくて大きい柄の浴衣流行ってるから。ドボンイブは順調ですか？って順調じゃないんですよ。それがもう3位との差がずっと開いてて、そう頑張ってます。俺も浴衣着ていけばよかったんだって。おー見たかったです。まだまだ長いので。確かにそうだよね。だって7月いっぱいなのにさ、まだ7月7日ってまだ、だってこれのさ4倍ぐらいありますよ。ずっと長い。でもね、毎日諦めずに私もドボンたくさん頑張るので、皆さんもぜひドボンやってくれたらありがたいです。うん、私仕事ですが本日誕生日を迎えました。おめでとうございます。やってます、頑張りましょう。ありがとうございます。最終日にドボンするために有給取った、ありがとう。お強い。今日暑くなかった？暑くなかった。なんか今日ずっと室内にいたから暑さが分かんなかった。今日マルゲリータ食べた。私もピザ食べた。今日熱中症になるかと思った。だって、そんな暑かったんだ。スモワルでピザ、そうだよ。スモワルでピザ食べた。そう、カルピスと、あとポテト。ね、今日久しぶりにさ、スモワも観覧でき、あ、スモワル、スモワルも観覧できたからさ、なんかいつもと、なんか私は全然緊張しなかったんだけど、そう、久しぶりに観覧あったから、すごいなんか楽しかったです。やっぱなんか面白いなと思いました、みんな。人々。盛り上がりますね。やっぱステージというものはファンの方がいてくださった方が、うん、580日おめでとう、ありがとうございます。相撲は土日もやってほしい。おお、エイトの日当たった。だって、おお、おめでとうございます。エイトの日なんか落選の人多すぎて、ええって、落選なんでキャパ狭いのかな。それより
応募でさ、受付してる人そんなに当たらないようにしてるのか。全楽当たらないだって。当たらない当たらない。こっちが A です。はい、落ちました。キャパ2000。え、そうなの？マジ？夜公演当たった。おお、周りの友達全員外れてた。他のサイトでも申し込みあるだって。ね、ぜひみんなに来てほしい。でも来てほしいって言っても、どんなコンサート、コンサートなのかな、おしゃれ祭りって。わかんない、私もちょっとほんとわかんなくて、おしゃれ祭りって何なんだって。なんかね、ほんとわかんないんですけど、ちょっとほんとわかんなくて、なんかコンサートなんか、ま、なんか祭りなのか、ライブ、なんなんだろうっていうね、うん、不明なんですよ、結構わかんないので。そう、まあ皆さんぜひ来てくださったら嬉しいです。そう、なんかよくわかんよくわかんない、本当に何なんだろうって、おしゃれ祭りってなんだろうって本当思ってんだけど。そう、とりあえず、まあそうです、とりあえず来てほしいっていうね。何するか本当わかんないけど、うん、行けばわかるのかだって。確かに来ればわかる。本当にわかんない、何ですかおしゃれ祭りって。ドレスコードありだって。ドレスコードあり、面白そうだけどさ、うん、どう、あ、分かんないです本当に。そう、横浜だから、まあ、横浜おしゃれなんで、みんなそのおしゃれについてこいよって感じですかね。ハードル上がっただって。ナノさんの服着れば OK かな。そうですよ、ナノさんの今イメチェン48とコラボのグッズのあの服着ればもう超おしゃれ、もう世界一おしゃれですあれは。でもあれ9月に来るらしいから間に合わないな。ってことで、そう、間に合わないので、その服以外を着てきてください。そう、完全受注生産なので、受注でも、受注ってね、ウィンウィン、まあ私でもなんか、うん、まあウィンウィンなんですよ。届くの遅いかもしれないけど、まあウィンウィンかもしれないけど、はい、皆さんちょっとグッズ楽しみにしていてください。2着予約しましただって。やったー、嬉しい、ありがたや。うん、トゥ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 ルル、溶けるまで話したい、夏のキスはと残る、日焼けがそばかすになる。私はね、そばかすのキス好きな曲、 HKT さんがやってて好きになった。なんか TIFF で HKT さんがそばかすのキスやってんのを普通に、まだ1メイトになる前に見て、
いい曲だなって、この曲めっちゃいいって思ってそばかすのキス好きになった。いい歌。そう、マリアもね好きだよね昔から。あとランランランとネストマン、マリア昔から好きって言ってる。私も好き。ランランランまたやりたいな。なんか神奈川のツアーファイナル、私のやりたい曲、まあできたはできたっちゃできたけど、なんかそんながっつり、なんか縛りが多すぎて、なんか瀬戸利をそんなに自分なりにやりたいことってあんまできなかったから、いつかまたランランランとかやりたい。そう、やりたい曲他にもあったんですけど、もうね何個もカットでカットカット、もう本当にやりたい曲しか入れられなくて、そう、悔しい水。エリちゃん今日アイラインしっかりめだって。お、よく気づきましたね。今日長めのアイライン。あ、タワーだ。このかわいいタワー。テイテイがタワーを立ててくれました。ありがとうございます。テイテイさん、イエーイ。じゃあみんなでお礼言いましょう。テイテイさん、ありがたなばたわー、ありがたなばたわー、ありがとうございます。たなばたらからですか。ありがとうございます。アバターだからかな。ありがとうございます。うん、かわいいタヤタワーやね。だって確かに嬉しすぎて。今日はそうアイラインめっちゃ長めに引いた。なんか今日長めの気分だったんで、めっちゃアイライン長い。七夕の思い出あるの？七夕の思い出は、小学生の時に短冊に星になりたいって書いたら、なんか 星になりたいって死ぬってことってなんか誰かに言われたこと。そう、だからアバター星なんか。そうです、星。いいエピだ。ほんまですか。ほんまでっか TV。
人手でしょって、いや星なんですこれ実は。昨夜はラジオ番組出演お疲れ様でした。あ、せいちゃんの楽しかった、せいちゃんのラジオ。エリちゃんって世界で一番浴衣似合うよね。マジっすか。嬉しい。マジスカ学園今年の夏はどんな夏になるんでしょう。私はね、またフェスに出れない。そう、フェスに出たいけど、またフェスのところに名前なかったからフェスに出れず、どんな夏を過ごすんでしょう。出てほしいだってね、出たかった。去年六本木に出たよね。出た。それが久しぶりのファンの方との再会でした。今年の夏はどうなることやら。お代理が自分でフェス開いたらいいと思う。だって、え、開けるんですか。誰が来るんですか。カナブーン、カナブーンゲストに呼んで、カナブーンじゃなくてカナブン、カナブンです、カナブン。どっちのってきた。ロッキンもね、中止になっちゃいましたよね、今年。私はずっと行きたいなと思ってるけど、いつも夏は行けないから、エイトの日もあるし。そう、ロッキンも中止になって、もう全部中止だ。そもそもプライベートでフェス行ったことあんの。ないんですよ。だから行くの夢。エイトの日のレッスン始まってる？始まってない。
まだ何するかわからん。もうそろそろ1ヶ月前だから早く知りたい。どんな感じなんだろう。全く分からん。エリちゃんの琥珀券取りたい。お。ねえ、でもお話し会ね、次いつとかになんだろう。10月とかなのかな。全く分からん。なんかさっきから分からんばっかり。握手会にはなったりしないかな、まだ。全く分からんけど、分からないことだらけ。うん、ねえ、世の中ちょっと分からないことだらけ。うん、分かること教えて。分かること、分かることは何もない。うん、ねえ、また緊急事態宣言出るみたいなニュースで見たし、皆さんどうか健康でいてください。今来たのですが、ドボンしてますか？してますよ、ずっと。この右手でライトハンドで。なんとか3位に食い込んでほしいね。頑張ります。ハウタハーファファンと会うと嬉しい。だって嬉しい、ファンの人と会いたい。ドボンで、ファンタってきた。え、私ファンタって言った今。まさかの炭酸。ファンタは何味が好き？ファンタあんま飲まない。ファンタって言った。マジファンタって言ってました。私は炭酸がねちょっと苦手なんですよ、こう見えて。うん、ジンジャーエールはたまに飲む。炭酸好きそうに見えるってね、絶対そういう目で見られてると思う。私はお茶が好き。うん、
茶しか勝たん。でも嫌いって飲み物はそんなないです。コーヒーが唯一苦手なぐらいかな。コーヒーはちょっと苦手、飲めないですねまだ。カフェラテもそんな飲もうとは思わない。スタバの神奈川限定飲んだ。神奈川以外の飲んでない。すごい、なんか浴衣のツイートめっちゃみんなめっちゃいいね。さあ早い、なんか今日の浴衣似合ってますよってことですか。本当にみんな本当にこれ似合ってると思います。めっちゃ似合っとるやんって思ってる。思う、思うらしい、思うって。ありがてえ、心の底から思う。嬉しいな。カメハメハ。違う色着たかったのだって。いえいえ、自分も似合ってると思ってます。そうだからすごい意思疎通してて嬉しい。うん、髪型も良かったって。髪型ね、髪型ヘアメイクさんに任せた、おすすめでって言った。また浴衣着たいな。あれはなんて髪型？わかんない。ハーフアップかな。でもなんか着付けしてくれた方もすごい可愛い可愛いってすごい褒めてくれて、なんかすごい褒められてすごいいい気分になった。なんか可愛い似合うとかって言って、なんかわあ可愛いわーとかってすごいね褒めてくれたんですよ。そうだからなんか上がりました気分が。
イメチェンのツイッターの中の人めっちゃ可愛いだって。あの人多分男の人ですよ、中の人。それはね、そう、男性だと思います、中の人は。そうやろうね、だって夢を壊す、え、女だと思ってました？男性だと思う、意外だって。できる女だと思ってたって。多分男性かなって思う、多分。言っちゃった、ちょっとこれ秘密で、シークレットで、ナノシークレットでお願いします。ナノシークレットとは、ドボンやりますって、ありがとう。明日は朝早い、早くない、明日は朝早くない。早く携帯変えたいんですよね、ずっと3月から変える予定なのに変えに行けてなくて。今日のソロダンス最高でした、だって。本当ですか？今日はちょっとテンション上がってソロダンスしました。iPhone13 発売されちゃう、確かに。え、早く買いたい、いつ買いに行けばいいんだろう。免許証まだ帰ってきてない、取りに行ってない。なんで iPhone 機種変しないんだよ、だってなんか時間かかるって言われて、今ドボンもやってるからさ、携帯預けてる時間がちょっともったいないし、なんかめっちゃ時間かかるらしくてさ、携帯ないと連絡もできないじゃないですか。だから1日休みの日があればいいなと思うけど、なかなかなくて。そう、それが今の悩みです。でもなんかめっちゃ時間かかるらしい、なんか携帯屋さんに半日かかるって言われた、データ移行するの。夏のキスはずっと残る、日焼けがそばかすりな。そう、容量めっちゃね大きいんですよ私。
スになるように見つめ合ってごく自然に。そう、写真がありすぎてね、やばい。で、半日携帯ないとかね、ちょっと無理じゃないですか。私携帯依存症なのかもしれない。ちょっと無理で、半日って考えたら怖くて。ね、アイドルには携帯がね、必需品なので。ワイは AKB 依存症。おお、ありがたい。ヨーヨーとかスーパーボールもらって帰ったのって、え、待って、忘れた、持って帰るの忘れた。あ、ヨーヨー、あれ、なんで持って帰ってないんだ。え、待って、持って帰ってない、泣いた。待って、本当に、だって祭りないじゃないですか今年。ヨーヨー悲しい。泣いた。悲しみず。でもあれ、射的で撃ったお菓子は持って帰った。射的もしたよ。唇から唇へと愛が伝わった。夏のキスはずっと残る。鏡のその中に映ってる。今も胸がキュンとするよ。心のこの足跡を。長い光の後半って歌詞消えたらって。じゃあ長い光のは、私は歌詞見なくても全然歌えます。でも途中で歌えなくなってしまったのは、なんかマリアがなんか持ってたしさ、人形をさ、なんか床に落としてて床に転、なんか床に落ちちゃってて落下してて、それがかわいそうで歌えなくなりました。歌えなくなったら久しぶりに客席から頑張れって声が聞こえて、頑張っちゃいました。頑張りました、頑張れました。うん、声出しダメだったと思うけど、なんか頑張れってなんか聞こえて、私そう、空耳かな、なんか頑張れって聞こえた気がしてね、頑張れました。
幻聴かも。楽しかったな今日。見つめ合ってごく自然に、唇から唇へと愛が伝わった。夏の傷はずっと残る。鏡のその中に映ってる今も胸がキュッとするよ。この足跡後悔していないわ。楽しかったなって。よかった、楽しんでくれて。まだ歌ったことないけど歌ってみたい曲ありますか？うーん、なんだろう、黒い羊。欅坂さん、欅坂の曲歌いたい。記憶のジレンマとかやってみたい。記憶のジレンマめっちゃ好きな曲だけど一回もやったことない。めっちゃやってほしい。だってやりたい、やったことない。うん、俺はやったことある。誰ですか？メンバー？ドボンしてるけど当たらない。だって嘘、当たりますよ。いつか今年はまた浴衣着る機会あるのかな。ねえ、なさそう。どうだろう、ほんと分かんない。またゆかたりちゃん見たい。だって行きたい。うん、エイトの日は、エイトの日のは本当わかんないんです。何やるか。私はナイキのサンダルかわいいね。あ、ナイキのサンダルね、かわいいよね。エアマックスココかな。
ロデュース浴衣まだだって、そんなすごいデザイナーみたいな。横浜に買い物に行きたい。みなとみらい歩きたいな。なんか暑い。めっちゃ。あれ。でも。あった。レンガ倉庫、赤レンガ倉庫。みなとみらいのロープウェイ乗ってみたいだって。え、めっちゃいいよ。なんかね、5分ぐらいかな、わかんない、時間何分ぐらいかわかんないんだけど、ちょうどいい。なんかもっと乗りたいとか、なんか飽きないレベルの長さだったから、そう、ぜひデートとかおすすめです。多分あれは私ひなたと乗ったんだけど、なんかこれはなんか本当にもっと一緒にいたいと思うぐらいのレベルの長さだなってそう思いました。ちょうどいい。私はでも往復したんですけど、往復一回乗ってまた乗ってって、そう。でもこれは本当におすすめ。うん。しかもなんか夜乗ったんですよ私。割と夜。なんかめっちゃ景色良くて、なんか本当になんか。すごいロマンチックと思って、これはいいぞって、すごいおすすめしたいと思いました。うん、絶妙な長さなの本当に。うん、私もっとひななのこと好きになりました。そのロープウェイ乗ってなんかもうロマンチックすぎて、もうなんか、いやもうひななずっと一緒にいようなって、ひななずっと一緒にいようなって思いました、ロープウェイで。うん、親密度アップ。そうだから、そう、みんなもなんかもう本当になんかおすすめ、そういうなんかそういう意中の相手とかいたら誘ってみて、一緒に乗るのすごくおすすめだと思う。うん、引っ張ってでも乗せます。怖。待って。それはやめた方がいい。怖すぎてやばいよ。引っ張るのはやばい。うん。引っ張るめっちゃウケる。関係者だそれは。犬のおまわりさん困ってしまってワン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 。トゥ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 ルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 。ののかちゃん、ののかちゃんだっけ、迷子の迷子のなんで歌詞覚えられるんだろう、あんなに
音程もすごい合ってるしさ、不思議なんですけど、どうやって練習してんだろう、気になる。歌詞どうやって覚えてんだろう。天才だからだって。いや、あれは天才です。本当天才だと思う。子供すごい。だって3歳でしょ、ののかちゃんって噂によると。ルーモアによると、ルーモアによると3歳でさ、あんな歌詞覚えてあんな歌ってって、いやもうすごい天才。クリス・ハートさんと歌ってましたからね、 I love you。 え、ルーモアじゃないの、ルマーなの。ルルあれは なんて読むんだろう。ルーモアですよね。ね、クリス・ハートさんとののかちゃんの歌すごい、なんかすごい心が温かくなりました。癒し動画癒し動画、みんな癒しを求めてるって。私は自分の家の猫ちゃんを撫でてるともう癒されたってなります。なでなで、猫はもう最強よ。だってそうな、最強なんですよ。もうすぐ七夕終わるだって。確かに、10、100、1000万、10万、100万、1000万、今日までに7000万いきたいな、私のあれ、ポイント、ドボン。ドボンポイント、自分のね、自分のやつ。3回ぐらいあれば行くんじゃない、だってあと3回。エリちゃんのマッチングして貢献したい。
そうだよ、みんなマッチングしましょう。夜中は私できないんですよ。どういうこと？時間合わせしたらすぐかな、だって。え、時間合わせしてマッチングして 1.3 倍なのはあの TGC の方のやつだけですよね。自分のあれです、あのあれ1101001000010万、あれ自分の12345678、あ1101001000万100万1000万、自分の獲得ポイント、うん、今は33分、うん、分回すってさ、私たちだけの言い方なのかな、みんなやってんのかな。なんかもうなんか分回すって結構当たり前の表現みたいになってるけど、それってみんなやってんのかな、私だけですか、私たちだけ。あ、みんな言ってる、なるほどね、よかった。うん、ぶっ飛ばすぶっ飛ばすではない。うん、すごい、茂木さんのファンにめっちゃ合う。茂木さんもね、頑張ってるから。でも茂木さんに合わない、茂木さん自体に。でもめっちゃ茂木さんもめっちゃやってると思う。だってポイント見たらわかる、自分がどんぐらいやってるかみたいな。あとツイッターとかでもめっちゃ言ってるし、茂木さんと当たれたらいいな。今日のお題の実キラキラしてる、だって。え、本当ですか、七夕だから。うん、なんかラメがついてる、だって。え、でもいつもと同じメイクだと思う。でも今日は特別キラキラ、イエイ。エリちゃんの彦星は誰？それはもちろん、それはもちろんファンの皆さんです。正解できた。
正解でした、よかった。言い方が少し微妙だったらって笑。今は私何回ぐらいやったんだろう。イエーイ。彦星って年一でしか会えない。確かに確かに、織姫と彦星は年に1回しか会えないんですよ。ちょうどいいかも。え、なんで？年に一度会えるちょうどいい。え、どういうこと？年に一回っていとこ？いとこですか？年に一回会うっていとこ？私いとこももう数年会ってない。いとこ、いとこ何してるんでしょうか。私のいとこは全然わからない。お代理が姉とか幸せだな、だって。妹に言ってやってくださいよ。妹はドボンやってない、絶対にやってないと思う。おだえりの妹かっこ本物みたいなアカウント多分あると思うんだけど、ドボン内によく聞くから。要するに偽物ですから。そう、嘘ですよ皆さん。なりすまし、なんでそういう名前なんだろう。なんかさ、自分のさ、なんかコードネームみたいなのさ、やった方が良くないですか。それだったら、そっちの方がさ、当たったらさ、名前、あ、こういう私のファンでこういう人いるんだって思えるじゃん。
なのになんでなりすますんだろうっていう謎。サブアカだからってこと？なるほどね、端末いっぱい持ってんだね。あ、受け狙いなんだね。お代理兄と対戦した時は興奮した。まあ偽物ですけどね、それ偽物だよ。すいませんけど皆さん、それなりすましなんで気をつけてください。騙されないように。今日浴衣綺麗だった、ありがとう。またじゃあ着よう。プライベートで浴衣着たことある？え、ない。ちっちゃい頃ならあるけど、もうないな。あー、バーストなっちゃった。お、自分のポイント7万いった。これでね、どんどん、はい、頑張りたいと思います。しんちゃんの夏休みが7月15日に発売だけど、やれそうにない。やれそうにない。やりたい。ドボンは今から始めても遅くない。遅くない。今から始めましょう。今からぜひ私を一押しにして始めましょう。そろそろオークションでエリちゃん来そうだって。オークションってな、どんなんなんだろう、わかんない。私あれに入ってないから、クラブに入ってないから、どういう原理かわからない。オークション自体に関わることがなさそう、私は。
どういう原理なんだろう。ぜひ皆さんオークション私のカードゲットしてくれたら嬉しいです。はーい、だって本当ですか、ゲットしてくれるんですか、はーいって。やばい、もうすぐ今日が終わる。あと10分、今日あと12分か。七夕終わっちゃう。七夕が終わっちゃう、七夕が終わっちゃう。一十百千万十万百万千万一億十億。一十百千万十万百万千万一億十億。今二十億にドボン、二十億突破、イエーイ。今絶賛四位でございます。4位にね、慣れてることもすごくすごくありがたくて素晴らしいことだと思います。本当に本当に。でもでも3位以内しか TGC に出られないので、頑張って頑張って追いかけて頑張りましょう。そう、もうねずっと4位につけているから、それすごい、視聴者数1万人突破。最近ね、長時間の配信だから、最近は1時間超え、いつも。長時間嬉しい、だってよかった。明日ネモステレビ、え、嬉しい、見てください。ぜひ。まあテレビといえば、昨日番組見ましたか？ひろゆきさんが MC の番組。まあひろゆきさんはまだ初回だから出なかったんですけれども、ちょっとね、そう、まあいろいろ。過去のことを振り返った後に選抜発表があったんだけど、私は
選抜に入れませんでした。でもね、本当に今はこうやって、まあ、元気に明るく言えてるけど、本当発表された時はもう本当に終わったってそうちょっと思っちゃったんですけれども、そうもう終わったなってちょっと思ったんですけれども、そうでも今は本当終わってないぜって感じで、すごくそう前向きに頑張っているので、その時はねもうびっくりして落ち込みってか、なんかもう落ち込みすぎて、やっぱなんかそういうことがあると一回ネガティブになっちゃうじゃないですか。そうだからもう本当落ち込んで、あ終わったんだよねって、終わったわーってそうちょっと思ったんですけど、そうちょっと日にちがいっぱい経って、そう終わってないぜって感じで今は思えているので、そう、まあ、改めてそう昨日発表されて、そうまあ私の心はもう終わってないぜっていう感じでもう切り替えられているので、そう皆さんぜひ次は選抜に入れるように私も頑張りますので、はい、これからも応援よろしくお願いします。はい、まあね、まず、まあ、終わってないぜって感じなので、まあドボンも終わらないぜって感じで今頑張ってます。はい、そう番組もねちょっとまだどんな感じになるのかわからないんですけれども、次週からは皆さん気になるひろゆきさんが MC で出てくると思うので、ぜひ次週も見てください。よろしくお願いします。もうここからまたね終わってないぜってちょっと存在感出して頑張っていこうと思うので、よろしくお願いします。でもなんかそうやってね、でも選抜に選ばれなくてなんかすごい選ばれてほしかったって言われることが今回多くて、そうなのでなんかすごいありがたいなって思いますし、そう自分もそう選ばれなきゃいけないってずっと、まあ、勝手に思ってたので、ずっとそうみんなはお前がかいって思うかもしれないけど、そう選ばれなきゃいけないな、選ばれなきゃいけないぐらいの人にならないとってずっと何年も前から思ってたので、そうはい、なので次は絶対に選ばれるように、はい頑張ります。はい、タワー当たった。アイスカフェアットリランチュエリナ大好きさんがタワーを建ててくれました。イエーイ、ありがとうございます。このタイミングですごいおランキングに乗らないかもしれないですよ。じゃあお礼言いましょう。みんなでアイスカフェアットリランチュエリナ大好きさん、ありがとなバタワー、イエーイ、
ありがとうございます。滑り込みや、確かにやばい。じゃあそろそろ、じゃあすいませんけど、ちょっとランキングにはね、タワー立ててくださってありがたいんですけど、ちょっとランキングにはちょっと乗らないかもしれ、乗らない、乗ってないかな。はい、ありがとうございます。でもね、じゃあ今からおランキングを読みたいと思います。いきます。13位、ごめん先生。12位、直樹。11位、くるりん。10位、日野とあっと浴衣姿可愛すぎて泣いた。9位、ソニーあっとおだし。8位、ボマ。7位、ジャンあっとはにゃはにゃ。6位、マーあっとおだし。5位、みやちゃん。4位、十字路。3位、東京のスワン。2位、カンタあっとカンカン。そして1位は、テイテイ。ありがとうございます。ではね、じゃあ今日の配信はここらで終わりたいと思います。皆さん、本日の配信見てくれてありがとうございました。また明日からもドボン頑張るのでよろしくお願いします。では皆さん、また明日、バイバーイ、おやすみー。